皆さんこんにちは、タレ一番の東野です。はい、2022年、6月11日の、土曜日と、12日の日曜日の2日間で、レイズフェアを開催いたします。で、このレイズさんのフェアに合わせて、GR86、九州初上陸です。初上陸、まあちょっとかっこいいですよね。はい、で、GR86 の仕様ですね、ボルクレーシングの ME24 で、サイズが前後18インチの 8.5 でそうですになってますね。で、タイヤがですね、ミシュランのパイロットスポーツ 4S、225-4018 が、前後ついてるような感じになってますね。ちょっと全体的に見ていきましょうかね。まあ、ちょっとエアロもついてちょっとかっこいいですね。で、ちょっとこれすごいですよね。オーバーフェンダー風な、ね、これカッティングでも綺麗にしてあるんですね。はい、で、通常ちょっとね、走りになったらちょっとね、恥ずかしいぐらいね、派手ですよね、派手。結構目立ちますね。目立つですね。で、リアもですね、この8.5 の、18インチで、綺麗にまあ、サイズ的には車検通るようなサイズになってますね。 8.5J ですね。で、ちょっとリアからちょっと映してもらいましょうかね。ちょっと収まり具合もちょうどいいんじゃないかなと思いますね。まあ、ちょっとうちの方でもその 8.5J4 枚で入れたりとか、まあ、9.5 4枚とか、8半 9J とかで、で、ちょっとまあ、インセット変えたりとサイズ変えたりして、ちょっと入れてるんですけど、まあ、おすすめのサイズは、車検きれいに通って、8.5J の18インチがベストじゃないかなとは思います。で、逆にこれ、9.5J ぐらい入れた場合ですね、リアの、前の方の、86よりもですね、今回、GR86 の方がちょっとリアがちょっと入りづらいですね、サイズ的に。で、ここの、ちょっとここですね、ちょっと見てもらえますかね。ここのですね、この出っ張り具合ですね。このインナー側の方にその 9.5J 入れた場合にですね、ちょっと車両によってはちょっと干渉する恐れがあるので、まあ、そこら辺ちょっと注意しながら入れていきたいかと思いますね。まあ、ちょっとリアの針も大きいね。でっかい。いや、そうですね。かっこいいですよね。うん。やっぱうちでも GR86 はちょっと今増えつつあって、まあ、当然自分もちょっとね、GR86 のデモカー買って、ちょっとこういうふうにちょっと作っていきたいなと思ってるので、今度すごく参考になると思います。はい、今度は左側ですね、レイズさんのデモカーがですね、左右非対称で、デザインが違うような、まあ、どっちも同じ単動ホイールなんですけど、左側ですね、こちらですね。まあ、一番今レイズさんの中でナンバーワンじゃないですかね。うちの方でも GR86 用で結構オーダーいただいてます。今、まあ、ちょっと納期が今かかってるんですけど、まあ、一番大人気の、まあ、ボルクレーシング T37 サーガ SL、 これやっぱかっこいいですよね。自分もオーダーしてます、今。まあ、ちょっと納期がちょっとかかるっていうことで、まあ、ちょっとその分やっぱ人気もあるし、まあ、正直言ってやっぱ似合うと思います。かっこいいですよね。まあ、スポーツカーでもうしっかりつけていくような感じで、単造ならではのやっぱ質感と、やっぱもうね、長い形でこの形は変わらず、やっぱね、歴史あるホイールですよね、この辺がですね。で、まあ、ちょっとセンターちょっと見てもらったら分かるんですけども、オプションでセンターキャップが入ってます。これ新商品？はい、T37 キャップです。あ、これ37って書いて、またそこはまた面白いですよね。はい、今までだったらね、まあ、ボルクだったりとか、まあ、そういうのが単造系で入ってる部分は多かったんですけど、まあ、こうやって37って入ってるので、またここら辺もちょっと面白いですよね。で、これもちょっと今お客さんでお題いただいてる分で、37のこの、まあ、センターキャップ、ちょっとまたつけて、そのお客さんが BRZ、まあ、こういうような形でちょっとしっかりセッティングしていこうかなと思いますね。で、これも、前も、前後、18インチの 8.5J が入ってます。まあ、綺麗に車検が、ね、通るような形で、まあ、デモカーなんでやっぱしっかり作られてるなという印象がありますね。で、一応この、GR86 ですね、6月の、11日の土曜日と、12日の日曜日の2日間で展示しますので、ぜひGR86 以外のお客さんでもちょっと見てみたいなって思う方、ぜひ見に来てください。で、その時に結構GR のお客さんがちょっと遊びに来るよって方が何人かいらっしゃるので、またそこはそこでね、GR86 でちょっと盛り上がっていけたらなと思います。じゃあ、ぜひ
リーズね、6月の11日と12日の2日がレイズフェア、どうぞよろしくお願いいたします。